皆さん、はじめまして、ドリオンと申します。今日はですね、日経平均マイナス160と下げたんですが、マザーズがですね、ちょっと強かったというか、資金がマザーズの方に集まっていたかなという感じがします。で、昨日取り上げた、レノバと、リボミックの暴落なんですが、リボミックはですね、ストップ安で、残りが、500万の売りが出ている状態で、PTS も、411で、80万の売りで、ストップ安ということになってます。なので、370とかね、それぐらいで、寄り付いて、ここも窓閉めて、370あたりで寄り付いてですね、この370前の窓を意識しつつ、ちょうど367とかね、380ら辺で、反発、高値だった線があるので、そこら辺で一回落ち着くかなと。そこで3区でね、一回買いが入れば、短期的なリバウンドはあるかなと思いますが、もうそれずるずる下げちゃうとですね、300前半290とかね、もう視野に入るかなというところで、材料としては昨日紹介したですね、進めていた、薬のですね、効果が、認められなかったというところが、それまでの、会社発表とかね、いろいろ出ていた情報で、かなり、12月、1月、にいろいろ進展するというか期待が出るような紹介の仕方だったっていうところも逆サプライズになってしまったというかですね、これだけ短期間に400手前から944の高値までですね上げていたっていうのも12月末からね1月にかけてリボミックの会社からですね、薬の進展状況開発状況に進展があると、かなり踏んで、買いを入れてたところがあると思うので、その分の、大きな売りが出てるんじゃないかと思います。昨日も同じこと言ったんですけど、ただこのザラバ引けで、IR がね、悪材料が出たんですけど、そのザラバでストップ安まで売られていたと。いうところは、いくらこう平均線割ったとかね、チャートが崩れたとはいえですね、そこまで大きな売りが出るかなっていう感じはするんですよね。なので、もともとある程度情報があって、上げられて下げられてんじゃないかなって気もしなくもないですよね。944から750ぐらいのこの範囲の誤差というかね、売りだったらまだ、あるかなというかね、調整の範囲内だと思うんですけど、その当日のザラバで760から、601まで落ちるというのは、なかなか情報なくてここまで大きな売り出せるかなっていう感じもするんですが、で、現にその600から今考えても、PTS で410というところでも、200下げてるので、ちょっと怪しい下げだなっていう感じはしますが、リボミック、現在 PTS は、ストップ安。で、次、370あたり目安になるかなという予想です。そこで反発するかしないかと。もしくはそこで大きくもう一段下げてしまうかというところです。で、もう一つですね。レノバは、三空、綺麗な三空開けてですね。500とか2000前半ぐらいかなと思っていたんですが、予想よりはちょっと下げたかなという感じがします。予想2400から2200ぐらいのレンジかなと思ってたんですが、2064ということで、出来高も非常に、今日は多くて、
で、まあ、産駒で、まあ、この形、チャートの形なんで、一応、明日の、早い段階で安値がですね、この2064で固まっていれば、まあ、反発もあるのかなとも思うんですが、まあ、結局、明日下げないと、産駒というかね、これだけ短期間の下げでリバウンド取れないと、まあ、ずるずるいってしまいそうな気もしますし、まあ、これだけ大きな、出来高ができてるんで、まあ、どうなんだろうなっていう感じもします。まあ、ただ、レノバのこの、数字的なもんですね。決算とか、今、レノバの負債、売上なども総合的に見て、まあ、結構高い水準にあるというのは、間違いないんじゃないかと思います。まあ、なので、バリュー投資っていう感じでもないし、まあ、グロース投資で見ても、今、その、期待の部分がなくなってしまったので、もう本当に短期リバウンドとか、どういう目的で売買するかになってくるんですが、まあ、ちょっと、入りづらいなというか、怖いチャートになったなという感じがします。で、昨日もう一つですね、はい、昨日もう一つですね、取り上げた出前館なんですが、まあ、出来高、直近で言うとね、かなり、伸びてます。で、終わりね、プラス 11%、プラス88ということで、まあ、昨日のその悪材料というかね、夜間取引が停止だったりとか、まあ、決算の問題が出てきたとかあったんですが、一応プラス 10% 以上の上げと、まあ、なっています。まあ、ただ、こう、チャート的にだいぶ落ちてたんで、まあ、悪材料がこう割安水準で悪抜けというか、出たという回でも、まあ、おかしくはないんですけど、まあ、ただ、こう、出前感、昨日ニュースあったので、ちょっと時価総額とかですね、久々に見てみたら、で、この業績もですね、2022年にこう、大きく傾いて、マイナスが拡大してですね、で、時価総額も1032億円あるんですよね。まあ、なので、まあ、時価総額1000億で、こっからの伸びしろというかね、まあ、期待だけでね、買う分にはいいかなという感じはするんですが、うん、まあ、なんか大きな伸び、数倍っていうことを考えると、もうすでにこの赤字と、まあ、売り上げも加味してですね、あとある程度こう、成果が出てこないと、まあ、1032億の時価総額の割には、まあ、どうなんだろうなっていう感じがします。まあ、ただこう、高値で言うと4200から、まあ、4分の1以下に落ちているんですが、まあ、それでも、まあ、今年になってですね、業績も、悪化してるし、まあ、いろいろその LINE のね、なんか業務提携というかね、いろいろ、まあ、将来期待するようなところあるのかもしれないんですが、まあ、自分としてはちょっと出前感は入りづらいかなというところです。まあ、なので、まあ、売買するというか、出前感をトレードしたい方はですね、いろいろ、まあ、調べてですね、しっかり入った方がいいんじゃないかと、ちょっと癖があるというか難しい、銘柄なんじゃないかなという気がします。最後にですね、リボミック大きく下げてるリボミックの掲示板を見て終わりにしたいと思うんですが、まともな思考回路の人はバイを触ったらダメ、こういう個人投資家が多い銘柄が急落しているのは嘲笑いるとろくなことない。その人たちの資金が激減しているわけで、それはつまり他の銘柄を買う余力も同時に激減しているってこと。 PTS でこれだけ売り出るのは怖い。 PTS の売りの勢いすごい。本当に200万以上並びそう。
みんな90円とか言って4倍値幅の下落の時拾うつもりだから今すごい売り煽ってるのかなと。まあその4倍値幅でマックス近くまで落ちるって、まあこうそこまでの材料じゃないと思うんですよね。まあレノバの時も400円とかね、結構掲示板で何回っていうかね、もう複数回書いてあるの見ましたけど、普通に2100とかね、2000前後で推移してるし、まあ、どういう計算したらレノバ400で寄りつくっていう大げさな話になるのかなと思うんですが、まあだからリモミックがこう90までつかないっていうのも、まあ似たようなもんで、まあだからこのストップ高とかストップ安っていうか、まあかなり例外的というかね、かなり極端な値動きっていうことを理解した方がいいですね。すぐね、1万円の株価の会社がね、悪い材料出たら1円になるとかね、倒産するとかあるんですけど、あんまりこう、会社の仕組みというかね、総合的に理解しないかなと。まあ、もしくはまあ、トレードしたことなくて、ただ掲示板に書き込んでるだけみたいな人なのかなと思いますけど、まあ、そこで働いてる人というかね、頑張ってる従業員の人もいるわけで、まあ、一部の人が例えば不正会計したとか、なんかまあ、良くない出来事があったとしてですね、じゃあ数百人、数千人いる従業員の人の、そのうちの何人がそんな関わったんだか。で、その一部の人のせいで残り数百名、数千人の人がいきなり、会社が倒産しますとかね、なくなりますっていう風になるわけもなくですね、まあそれなりに会社にペナルティがあるとかね、株価がまあ 20% 30% 落ちるとかで、信用を得るまでですね、また半年1年2年と3割4割マイナスからだんだん、元の水準に戻っていくとかはあると思うんですが、なんか一つ二つね、悪材料が出たから1円です、倒産ですっていうのはちょっと、大げさすぎるんじゃないかなと。で、今まで見てきた、倒産するような会社だと、まあ、連続でね、かなりの赤字が続いていたというかね、資金繰りがもう厳しいという、それがまだ1年じゃないですよ。それが5年とか10年とかね。厳しい状況が続いているといったことだったりとか、まあ、あとは不正会計とかのレベルじゃなくても会社ぐるみで明らかに不正なことをして、実態がないのにやっていたみたいなことだったら、まあ一発レッドというかね、それぐらいはあるかなと思いますが、まあそれ以外に関してはちょっと過剰になりすぎることもないんじゃないかなと思います。で、まあ、リボミックに関しては、まあ、もともと370から今900、まで短期間で、まあ、期待も込めて上がっていたと思うので、まあ大体そこら辺を目安に、見ていけばいいんじゃないかと思います。まあ、ただ株価が上がるのがですね、まあ、業績で上がるにせよ、期待で上がるにせよですね、今こう期待しているものがなくなったということで、まあ、ある程度株価が落ち着いたとしても、高値で入ってた人のところにまた戻るっていうことに関しては、まあ、時間がかかる、もしくは新たな大きな材料がないと厳しいということだと思います。まあ、なので、こう、上に関してもですね、上がることに関しても、下がることに関しても、あまり過剰になりすぎずですね、見ていくことが大事なんじゃないかなと思います。今回は以上になります。で、右上のところにですね、自分がやってる、ブログのリンクを貼ってありますので、よかったら、見ていってください。で、よかったらですね、チャンネル登録していただいて、またこの後はですね、まあ、アジア開発とか見ていきたいんですけど、もうさすがにね、
この前ね IR、一気に3連発とかね出てきてですね、東京機械の、対応待ち返信待ちというところもあると思いますし、今日も、IR ねいろいろな会社からたくさん出てるんですが、会社概要というかね、成長戦略とか、そういったことに関する IR が結構多くてですね、さすがにもうこの最後の最後に、特大 IR とかね、マイナス IR でも、たまたまね、レノバとかリボンク続きましたけど、もう今日はさすがにないんじゃないかなと、なくていいんですけど、思います。なので、また次はですね、次の動画は、材料とかね、いろいろ夜間の動き見つつ、見ていきたいと思います。今回は以上になります。ありがとうございました。